飲み物たくさんご用意しました。はい。ということで本日は久しぶりの飲み物キキシリーズです。では行きます。キキシリーズ第11弾です。やっほー、キキコーラさあ、世の中コーラたくさんあります。本日はコーラ、まあ、もしくはその類似品計6種類集めさせていただきました。皆さんに当てていただくのはもちろん周りの目の前でますオリジナルコーラです。はい、一年、はい、もちろんそうです。もう 何回飲んでると思ってね。ほら当てる、今日はね、ちょっとあの外も暑いのでこれ大事、ここのこれ大事マイリオ飲み物女王ですから今回は頼みますよ。もうこれ飲んだ瞬間、はいはい、美味しいってなるね。わかる、もう大好きコーラ。キキシリーズいつも通り1番から6番までもう皆さんの前に入れてあります、はいはいはい、向かって1番奥が1番です。では順番に行きましょう。では1番どうぞお飲みください。今回は ぜひとも全員正解してください。大丈夫ですか？はい、では2番どうぞ。似てるな、これさ、見てるさ、だんだん飲むごとに味が出てくるな。色味もほとんど変わらない。これっぽい。これ絶対安いな。違う、安い味するよな。そんなに違うの？シロップのコーラの味する。ラムネ、ラムネとか。では3番どうぞ。いいですか、うん、じゃあどうぞ、どんどん行きましょう。じゃあ4番です。あ、なんか飲まんでもわかった。ほほ、レモンやん。レモンっぽいな、めっちゃレモンっぽい。あ、そんないろいろ味が違うのかな。これみんなっぽい風味がある。へえ。では5番です。ちょっと待って、あれ全部違う味やん。全部では最後6番です。さあ1番から6番まで全部飲んでいただきました。飲み返したければ飲み返していただいて構いませんよ。え、何個でもどうぞ、いいですよ。ただもうテイスティングはもうダメですが、そこを飲み返していく分には構いません。あれ？あれ？あれ？2だけ違う。2、4全然違う。あ、1、3、5、6ね。これそんな甘かった？ちょっと待って。え、前のでもそう、なんていうイメージの偏見、黒と赤の違いってこっちの甘いよな。うん、あ、その ゼロシュガーかってことですね。そう、これワイはいつもこれやねん。これは飲んだことがなかったんけど、うん、これかもって思ったやつはあった。もう味覚がずっとあれ飲んでる。味覚が崩壊してきました。めっちゃ甘いよ。やっちゃうわ。すごい甘い。甘すぎる。どれ？よくわかる。すごい甘い。よくわ、めちゃくちゃ甘い。なるほどね。まあね、その言っても6個全部種類違うので微妙に味違うと思うんですけど、5番絶対違う、まあ、そのね、飲んでる4番すぎや、やっこらコーラ以前に5番絶対違う、まあ、そのね、飲んでる前に過去一飲んでますね。これ1か5やって。1か5、ほう当てたいな、当たってたらいいなと思うんやけど。じゃあそろそろ答え決めてください。待って、では、いいですか、一つ決めましたか、はい、ではいつも通り自分が正解だと思うコップを手に取ってください。ではオリジナルコカ・コーラ正解はどれなんでしょうか。一つ取ってください。いきます、せーの。かみさんから6、1、3、6。え、マジで、こんな甘かった？え、5、7、8、9、10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 、
ほう、しっくりきた。では正解あるんでしょうか、6136ですね。では正解発表します。コカ・コーラオリジナルテイスト正解は6番です。皆さんが飲んでるオリジナルコーラがどれだけ甘いか。めちゃめちゃ甘いわ。甘いよ。そうです、コーラってめちゃくちゃ甘いんですよ。で、ちな、まあ、もちろんね、まあ、炭酸の問題もありますけど、で、マイリーが間違えた1番は特保です、プラスです。へぇ、はい、5は5は0です。ほら、やっぱり同じやつなんですよ。そうです、5は0です。で、まゆみさんがギャーギャー言ってた4番はクソまずいですね。ペプシです。絶対買ったからね。そうだよな、ペプシ。ペプシってこんなんないよ。3番何？3番はですね、1番この富永のコーラです。すごっ、はい、2番がポップバリューですね。やっぱコカ・コーラめっちゃ美味しいな。ほんまにそう。また5か6と、ゼロシュガーか、コーラが一番やわ。からちょっと意識しすぎたわ、前は。あ、ゼロをね。これとこれは飲むもん。いや、今回のチーは、まゆみさん、素晴らしいです。はい、いや、意外と難しかったです、コーラ、はい。はい。というわけで、ありがとうございました。以上、キキコーラでした。